大漢知史大漢知史は、帝政時代の李氏朝鮮で編纂された、地理書。1899年に書家として知られる、元西が表した。大漢知史を編纂するにあたり、翻訳と編集に、元西が活用した資料の底本とその著者、年代等は不詳であるが、おおむね小松雲の朝鮮八道詩と松本二吉の朝鮮知事要略の記述を参考にし、二人の、 記述法を模倣したものと評されている。現在自身が三つ竹三年の初版にご助した抜文によれば、日本人の手になる多くの朝鮮地種類をもとにし、朝鮮の東国予知商覧等を参考にして記述したとしている。初版は1899年で三つ竹五年に再版された。19世紀末の朝鮮半島の地理。 知事を簡潔に記述している貴重な書籍で韓国の学校教育でも使われていたただし大韓帝国の開花期の地理の教科書であった大韓地事は日本の韓国併合に伴い1910年11月19日付の漢方第69号に報道された朝鮮総督府告時第72号金書処分されて欧州焼却処分された 日韓双方が領有権を主張している竹島をめぐる問題で、この大韓地市に記載されている領域が問題になっている。それはこの書籍には、大韓帝国の領域は、北緯三十三度十五分から北緯四十二度二十五分、統計百二十四度三十分から統計百三十度三十五分までと記しているが、実際の竹島は、北緯三十七度十四分、 統計131度52分に位置しており、大韓帝国の領域には含まれていない。この指摘に対して、韓国側では、大韓地主の経緯度表示は、日本の地理書の内容をそのまま翻訳したからだと、反駁している。韓国における、この領域認識は、日本の統治から解放された1945年以降にも、見られ、当時にあっても竹島は、 韓国領でないと広く認識されていたと考えられる。また、韓国は日本海の故障は東海が正しいと世界に呼びかけているが、この大韓地市では日本海と表記している。黒く大韓全図不図として大韓全図が収載されている。朝鮮全土を表す地図にも日韓で領有権争いのある竹島は描かれていない。また、韓国が 徳島だと主張する、うさん島の、う山の文字が、うつりょう島の右に書かれている。ありがとうございます。